新川川は、宮城県仙台市青葉区を流れる名取川、水系広瀬川支流の一級河川である。元は、川を重複させない新川で、今もしばしばそう呼ばれる。一級河川としての管理区間は 4.69km だが、上流部まで合わせた、長さは十数 km ある。宮城県仙台市大白区の北部の端にある、大湯山脈の面白山に源を発し、 渓流を集めながら北沢川と南沢川が東に流れ出る。北沢川の方が長く、青葉区に入って南沢川と合流する。合流点から新川川と呼ばれる。南東に2、3キロ行くと、右岸に細長い段丘が沿う。蛇行しながら、東に流れ、宮の沢川を合わせて、約3キロ東で広瀬川に合流する。青葉区内では、右岸が新川地区。 砂岩が、久見地区、合流点付近の砂岩が、日下地区である。上流から、新川地区の段急部に出るまでは、渓谷の底を流れる。この区間では、千山線がこの川と南沢に沿って通し、川下には八つ森駅が存在していた、南沢川側そ側に、奥新川駅が置かれる。右岸の新川地区は、上が、畑作地で、川下では、水田も見られる。 広瀬川との合流点近くの仙台市青葉区日課一番地に日華ウイスキーの宮城京上流所がある。ウイスキー製造に使う水を新川川より採取している。日華と新川の音が似ている偶然に創業者で当時の社長の竹鶴正隆が驚いたという逸話がある。日華地区は日華が同地に工場を建てた時に当時の宮城町が 桜波地区から咲いて儲けたもので、地区内には日課の工場しかない。山目と岩名が釣れる。岩名は昭和の初め頃に放流され繁殖したものという。上流部には日本国有鉄道が1961年に作った新川ラインと1963年に作った奥、新川ラインというハイキングコースがある。5 4ロメートルの新川ラインは、 新川側に沿って、奥新川駅と廃駅、八つ森駅を結び、3.6km の奥、新川ラインは南沢に沿って、奥新川駅から上流に分け入るものである。現在は仙台市が管理している。2011年度の調査で、山田橋下流での生物科学的酸素要求量75%値は 0.5mgL であった。ありがとうございます。